今日次はあの例のあの尖閣見て、うん、まあ今日ですね僕も夜中の3時ぐらいに、うん、あのなんかしこしこ原稿の直しかなんかやってたら、まあ、ツイッターでそれの情報回ってきて、うん、まあ、要するにあの例の海上保安庁の撮影した中国漁船が衝突するビデオ、ちょっと触りの部分今この画面でお見せしますが、というのはその一回 YouTube に出たものがなんかもう削除されてしまったそこで、うん、まあ、見た方も多いと思うし、あとテレビがまあ報じてますから、うん、あのまあ、テレビがあれを報じてるののライツがどうなってるのとかとかも本当に気になるんですけどもね、うん、あのそもそも誰のライツなのかっていうところも気になるんですが、海上保安庁の著作権とかにあるのかどうかも気になるんですけどもね、うん、まあ、うちもだからあの、まあ、こういうものがあったという触りをお見せするようにとどめようと思いますというのは私たち独自にあの、まあ、撮影した映像ではないのでね、ただ、まあ、ぶつかるシーンがこのように、まあ、あの映っているし、まあ、今までの騒ぎの広がりを見て見る限りはもう本物であることはおそらく間違いないと言っていいでしょうと、ただ政府は明確に本物ですとはまだ言ってはいないようですね。ちょっとなんか部分的に違うとかそれも編集されてるんだから当たり前っちゃ当たり前ですけど、そうね、テロ情報流出問題と含めてね、はい、あのその当事者である官庁がこれは本物ですっていうふうにお墨付きを与えるようなことはですね、うん、あの手順として今の段階では言いにくいですよね。ですよね、うん、だからまあ一応国家機密っていう言い方が、まあ、日本の場合はね国家機密法みたいな法律がないですから、うん、何がもってして国家機密とするかっていうのは、ただ外務省や防衛省で機密扱いの情報ってのはあるんですよ ね、 そうですね。で今回これが機密扱いになってるとは僕は 思わないので、まあ、捜査情報ではあったっていうことでは一定の秘匿性はあると思うんですけどもね、うん、でもまあその情報がまあ、政府がああやって秘密会にして国会で6分間だけ見せるなんてことをやって、見た国会議員が証言元にして各社がなんか CG まで作ってたのに翌日にはもう YouTube で流れちゃった。しかもね CG とそっくりでしたね、まあ、あの CG だからよくできたってことですよね、うん、あの作った人を褒めてあげてもいいんじゃないかということなんだけど、まあ、いずれにしてもその国会議員が見てるのにはるかに長い44分分の6本というのが流れ流出したということなんですね。でこれについてちょっとまああの議論したかったんですけど、まず、まあ、1点目としてね、これちょっとメディア論的な議論も一つ僕あると思ったんですが、その前にまずそもそもこの流出の問題なんだけど、今のところ分かってないんですね。誰かが確信犯的に誰かがあの内部告発のような、まあ、何を告発するつもりだったのか知らないけど、いずれにしても内部の人が意図的に漏らしたものなのか、それとも事故なのかで、実は僕自身はちょっと気になったのはね、若干これ政府を取材した反応として気になったのは、まあそのこういう場合っていうのはそのビデオとかテープとかメディア、その DVD とかですか、そういうものは機密として厳重に金庫に保管していますみたいなことを言うわけなんですよ。ただまあ今のビデオっていうのはテープでもそもそもなくて、メディアでいやハードドライブで撮ってね、それをパソコンに取り込んでまあ編集して、あれなんかスーパーが入ってましたから、まあ編集後の素材ではなくて編集後のテープなわけですね、間違いなくね。じゃあその編集したパソコンの中に入ってたそのデータっていうのは、じゃあハードドライブごと引っ張ってきて金庫にしまったのか、あるいはパソコンごとしまったのかとかっていうようなことがどうも手順として決まってないみたいなんですよ。だから今までのようにテープ、これはもう機密扱いみたいなね、文書機密扱いみたいな、ちょっとあのフロッピーディスクのデータ改ざんと似た話になりますけどね、その紙自体は厳重に保管されてても、その元のデータはどうなってるんだとかっていうことちょっと似ててね、でどうもそこが、まあ、現行の法律がそうしたデジタル時代に対応できてないって面もあるのかもしれないんだけど、一つ心配しているのは、今回もその映像を持っていたのは海保と検察らしいんですよ、まあ、那覇地検、それの石垣支部っていうんですか、らしいんですよね。どこで編集したのか僕わからないんだけど、得てして捜査機関、特に検察はウィニーを皆さん使うんですね。でこれは捜査情報を入手するために非常にどうも有効なツールと見えて、もともとのあそこのウィニー の裁判、金子さんの裁判も京都府警がウィニーインストールしたらウイルスにあれして、でそれが流出しちゃってうんぬんということで、まあ、裁判になってあのソフトを作ってお前が悪いみたいな、ちょっとすとぼけた話になったっていうのがあのウィニー裁判でしたよね。だからどうも警察や検察はウィニーをユーザーが非常に多いと。でもしパソコンの管理、その編集したパソコンまでどうするかっていう管理について明確なその保安基準っていうんですかね、セキュリティスタンダードみたいなのがなければですね、
これがもしかして後からネットアクセスをすれば、まあ、ハッキングなのかあるいはウイルスなのかわからないけど出ちゃうリスクっていうのは あるのかなと思ったのが1点とね、あとそうじゃないとしてもしその内部告発的なものとしてその、YouTube に出すっていうのはねどうなんですか。 YouTube に出すっていうのはそのプロバイダー法とかを使ってもその足がつかないようにするのは簡単なことですか。今はちょっとリスクが大きいような気がしたんですね。捜査協力をしてくれないような第三国のねそのサーバーをその串刺しにしてですね回してくるってことがあるととても途中めんどくさいことになりますよね、うん、でもそうでない、まあ、要するに国際刑事警察機構等にですね協力しているような国だったり日本とそういう協定が捜査の協定があるような国であれば、その国をのサーバーを通っている場合にそのサーバーの IP アドレスつまりログをちゃんと調べられるので、もし調べられるログをつなぎ合わせていくと、まあ、要するに IP アドレスからどの時間帯にどのパソコンから使ったのかっていうことまでは分かりますね、うん、あとはだからそれがネットカフェだった場合にね、まあ、東京なんかは今確か ID がないとダメとかになってますけど、うんうん、それって東京はそうでもまだそうになってないところって確かあるんですよね。ありますけれど、まあ、多くの場合ねあのカメラがついてたりするので、うん、完全にあの自分の身を隠すことができる場所とかそんなに多くないし、うんうん、あとねそのウィニーだとですねその情報を吸い出した人間以外の人間にも渡らないとおかしいんだけれど、うんうん、あのおそらくパソコンがですねネットにつながる状態だったとすると例えばいわゆるですねローカルネットワークつまり LAN がね、うん、敷かれている場合にはあの無防備である場合にはその LAN の内部でファイルを共有できるつまり簡単に他のパソコンの中のファイルを覗けるような状態になっている場合にはね何かの時におもろくて使えるかもしれないかなってことで吸い出しちゃってるやつがねあのいてもおかしくないだよね。で吸い出しちゃってでそれをメディアで持ち出しちゃってそれでどっかからまあ、どっかで何とかして足のつかないね PC 見つけてそこから流すってことは不可能じゃないですよね、うんうん、ちょっとね事の真偽、うんまあ、今回ね一番それに近いものが聞けたのが実はちょうど先ほどあのやっていた国交省じゃなくて海保のですね、うん、長官の会見でちょっとじゃあこちらまあご覧いただきましょう。海上保安庁においてもビデオ媒体の管理について、きちっと封印をして金庫に保管するなど厳重な管理を行ってまいりました、外部に流出する可能性は少ないと思っておりましたが、今回の事案につきましてさらにきちっと調査をしたいと思っております。事件が起きた当初からですね厳重に管理してきたつもりでありますが特に、先ほどの大臣のご指示があってからはですねきちっと責任者も決めてですねwww.videonews.com